プライーガラージ、古い名前、イラーハーバード・アラハボド、イラバードは、インド北部、ウッタルプラデーシュ州の都市である。人口101万人。プライーグの名でも知られる。日本では、英語名称に由来する、アラーハーバードという表記が多いが、現地での名称はペルシア語の、イラーハ神ではなく、一般名詞としての神と、アーバードに由来する。これは、 ムガル皇帝アクバルが提唱したディーネイラーヒーという思想、信仰に由来している。ガンガーとヤムナー川の二つの大河が合流するヒンドゥー教聖地、サンガムが街のすぐ近くに位置している。かつてこの街はプラヤーガと呼ばれた巡礼地だった。イラーハーバードの西にはかつての十六大国の一つであるバツサ国の首都カウシャアンビーがあった。イラーハーバードには アショーカ王の石柱があるが、はじめカウシャーン B に建てられたものが後に、イラー・ハーバードに運ばれたものと考えられている。サンスクリットの因文と三文の混合形式で書かれたグプタ朝のサムドラ・グプタ王の石柱も、イラー・ハーバードにあり、サンスクリットが非文の言語として確立した最初期の例として重要である。大東西域記には、 ハチラ・マリア・トギ国の東に二つの川の交流点があり、人々はここで死ぬと天に生まれ変わると信じて自ら命を絶つことを記している。その後、町は一旦衰退するが、ムガル帝国のアクバルによって1583年に要塞が築かれた。1622年に、フスロー王子が殺された後イラー・ハーバードに埋葬され、巨大な霊廟が建設された。 1765年にはイギリス東インド会社とムガル帝国の間でアラーハーバード条約が結ばれ、その後は徐々にイギリスの植民地化していった。1858年にイギリスによる直接統治が始まると、イラーハーバードは1920年まで北西州の州都であった。ありがとうございます。